どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、東京西葛西にあります、タンメン屋さん、東京タンメン隣西葛西店さんに来ております。はい、こちらね、もう店名の通り、美味しい美味しい野菜たっぷりのタンメンが味わえるということで今回やっていくんですけれども、実はですね、僕今回ね、この撮影は2回目ということでね、まあね、ちょっと諸事情がありましてね、1回目の、動画がですね、ちょっと、おじゃんというか取れなくなってしまいまして、諸事情により、2回目でございます。今回ですね、ここの激辛メニューの進撃タンメンに挑戦していきたいかなと思います。で、一応ね、今回もなんか辛さレベルが選べるらしくてですね、一番マックスのものに挑戦していきたいと思います。この進撃タンメンに関してはですね、よくね、コンビニでも見かけたことがあるかなと思うんですけれども、カップラーメンでもよく販売されてるんでね、馴染みのあるところでございます。僕もね、カップラーメンは食べたことあるんですけども、店舗で食べるのはね、なかなかないということで、やっていきます。それでは行った人の感想を見ていきましょう。東京タンメン隣西葛西店にて進撃タンメン生姜ダブル辛さ3倍をいただきました。ちゃんと辛い、野菜たっぷり、もちもち麺でおいしい。唐揚げと餃子もいただきましたが、唐揚げが絶品でしたということでね、まあね、本当に辛いもの好きにはたまらない、美味しく、食べれる、そんな激辛料理かなと思います。それでは早速中に入っていきましょう。レッツゴー。はい、それでは早速中入ってきたんですけれども、もうね、これ、食券で先ほど買ったんですけれども、進撃タンメンで、先ほど申しましたが、これね、辛さレベルが、選べまして、1から4まで、4段階になりまして、今回ね、もちろん、マックスの4に注文しました。うん、で、あとね、生姜もこう、ね、なしとかダブルとか、生姜ありとか生姜なしとかもできますんで、まあ、好みに応じて、食べれるそうなんで、しばし待ちましょう。いただきます。さあ、進撃タンメン辛さ4、お手並み拝見ですよということで、うわー、すごい、もう野菜がたっぷり入ってます。はい、じゃあちょっとまずスープからいきましょう。いただきます。はい、じゃあまずちょっとね、スープいただきます。はい、どんなもんですかと。これはたまりませんな。うまっ。あ、辛っ。これ野菜もやしたっぷり、これ食べれば1日の野菜を全部摂取できるっていうぐらいの量入ってます。うん、うん、うまっ。野菜が香ばしいな。こちらの麺はですね、プルプルの平打ち麺ですね。はい、いや、平打ち麺太いね。これはいい。頭のてっぺんから熱くなってきましたね。コーン、ニラ、もやし、ニンジン、様々入ってますね。キャベツやら、あと生姜に、かまぼこ、具沢山ですね。シャキシャキ、ちょっと生姜混ぜてみましょう。生姜、生姜は味変になりますね。
後半使うといいですね。今回初めてちょっとピンマイク使ったんですけど、視聴者さんがねピンマイクあるといいんじゃないかみたいなコメントあったんでね、ちょっと早速買ってみたんですけど、どうですかね、ちょっとうまく使えてるか分かんないですけど、2万ぐらいしました、ね、奮発しましたよ。設備投資ですよ。もうマイク使うことによってこのすすり音とか息遣いとかよりリアルに伝わるじゃないですか。ちょっと食べるに専念してきます。これからは水取ってこい。これいいな。素晴らしい。おいしい。うん、このね、新肉タンメン、聞いたところによると、これ、ね、豚骨スープに、味噌を足してというところで、非常にこのコクのある味わいですね。しっかりね、これね、麺とかスープをすすると口の中がビリビリとしびれる、そんなラーメンですけれども、さあ、あっという間に残りわずかとなったんで、これを飲みましてね終わりたいかなと思います。豚肉も入ってた、今更かっていう感じですけど。ごちそうさまでした。それではカスタレブの発表していきましょう。東京タンメン隣西方菜店さんの進撃タンメン、辛さ4、カスタレブルジャラジャラ 6.5 です。はい、6.5 になりますと、ということで、まずね、これはなんといってもタンメン、特徴的な野菜たっぷり、本当に野菜たっぷり、これ聞いた話によると野菜は1杯あたり、360g ということで、これとてもね、野菜が入っているということで、もうこれ食べれば非常にこれ、ね、健康的な、まあ、比較的このラーメンとかスープとかって結構こってりめ、今回はもう豚骨スープがベースになってますからね、比較的スープはこってり系なんですけども、この野菜がね豊富に加わるところで、非常にねこの中和されてね、非常に美味しく、サクサク食べれたのではないでしょうか。そこにねプラス刺激なのね、唐辛子がパッとこう振りかけられてましたけれども、まあ、それがねもう本当に食欲を増進する、そんなスパイスのアイテムかなと思いました。うん、美味しい。もうあっという間に食べちゃいました。スープもごくごく飲みましたね。
はい、麺はね極太で、ちょっと平打ちのプルプルした麺が特徴です。非常に食べ応えがありますんでね、このねもう一杯で結構お腹いっぱいになりました。タンメン都内はね、都内に3店舗かな、やってます。で、まあ、カップラーメンに関してはね、まあ、全国で食べれるかなと思う、まあ、コンビニとかアマゾンとかでもね食べれますんで、ぜひね、激辛マニア、そしてタンメン好きの方は挑戦してみてはいかがでしょうか。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッター等々更新しますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。